誰もが心の奥に抱く秘密、忘れられない過去の記憶、辛い出来事、今は想像することしかできないけれど、少しでもいい、自分のことのように寄り添えたらと思う。そうすることで、お互いの絆が深まっていけば、やがて。コロニーデルタ、何しようグレンのカムナリ、その釉薬いかばかりかと思ったが、いける、これはいけるぞ。死生観、よし、総員全力で追い込み攻め立てろ。一兵たりともその命取りこぼすなよ。何者だ？衛兵とは違うようだな。なるほど、グレンのカムナビ、その名伊達ではなさそうだ。死生観？いや、貴様は
休憩できそうな場所を見つけたぜ。新規登録者を確認した。なんか雲行きがやばいな。情報ってのは大事だな。新規登録者を確認した。みんな、こっちだ。新規登録者を確認した。みんな、こっちだ。みんな、こっちだ。新規登録者を確認した。みんな、こっちだ。なるほど。各自休息を取ってくれ。確認しておきたいことがある。強くなった実感があるよ。次はどこに行くよ。
任せておきな。ぶっ倒してやる。手に入るとあげようよ。パーティーまで運ぶ気だ。みんな、行くぞ。いつも通り行こうね、ノア。ブラッシュブラッシュ、絶好調だな、ユリ。よっ、センバースラッシュドライブ。点は3日。作戦通りだね、来たよ。引けられねえ。なんか、物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。大幕府の上層ってコロニーラムダをよじ登ればいけるんじゃねえか。なの、お前と瀬名くらいだろ。蹴散らされてえのか。バタフライエッジ、そんではダメだって。リメーブスラッシュ、こっちに来やがれ。リメーブスラッシュ、ファイドスラッシュ、ファイドスパイク、思うのにいっぱいでいける。バタフライエッジ、ファイドスパイク。ユリオさん、見てくれた？うん、セナかっこよかったよ。うわ、来た、ヘビーエアスラッシュ、絶好調だな。リメーブスラッシュ、ハイドスパイク、ハッパースラッシュ、クロスインパクト。やっ、危なげない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。エアパンク、ブラッシュ、ブラッシュ、リメーブスラッシュ、セイバーストライク、ハッパースラッシュ。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。見つかったみたい。どうする？エアファング！ブラッシュブラスト！リロード！絶好調だな、ユニ。おぼろくん！
ンドヒーリング、ハイドスパイク、ハイドスパイク、アパースライス、パワーサークル、クロスインパクト、どっちはダメだってよ。ここ優勢だ、このまま押し切るぞ、激ロー、まだこんなもん掴めてきた。息が合ってきた証拠だ。え、そうだろ、こっち来てる、私が相手になるよ。ありがとう、覚えとくぜ、必殺、絶好調だな、ユニ、ハイドスパイク、私たちが気をつけるから、セナ、こんなの余裕、私にかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。蹴散らされてるのか、私が相手になるよ、これでもっと戦える、激アンパー、どうだ、俺も負けてられねえな、バイバーガッツ、ハイドスパイク、バタフライエッジ、危なげない戦いぶりだったよセナ。私の力見せられたみたいだね。
な。次も頼むぞ。食らい足りねえ。ブラッシュブラッシュ激論。ドリキンショット。ウロボロス。やってやろうぜ。ウロボロス。ストライク。このまま攻め切る。パスラッシュ。リメーブスラッシュ。パワーハッシュ。激論。激論。リロード。バージ。エアバング。ドキラ。バタフライエッジ。リメーブスラッシュ。ブラッシュブラッシュ。ウロボロス。ウロボロス。リメーブスラッシュ。やばいぜ。マストカウンター。地味にストライク。ブラッシュブラスト。ワイドスラッシュ。トリプルスピード。溢れてくる。まだまだこんなものじゃない。セアボボロス。ヤンバグ。ありがとう。激怒。全力。下がって。激怒よ。熱い思いがよ。やってやるんだ。エイタイミング。ハイナロー。ラストリード。アンティクラック。いい加減ぶっ倒れやがれ。やっとかよ。なっ。なあ、このうるさいのどうにかなんねえのかよ。知るかよ。インタリンク解除すれば消えったろ。インタリンクしている時間が長引いて体が熱くなるとなるみたいだな。警告音のように聞こえるな。何かしらの。何かしらってそのまま放っておいたらどうなるの。さあ、僕にそれを試す勇気はない。悪いこと起こる。楽しいことが起こるならもっと楽しそうな音が鳴るような気がしねえか。確かに。惜しかったねえ、ジェイ。おかげで賭けに負けたんだな。責任取るんだな。はい。僕はただ顔見せに行っただけなんだけど、何勝手に賭けとかしちゃってるわけ。まあそう言うなや。これまでずっと暇だったからな。久しぶりの刺激に興奮するのもわかる。刺激ってのは否定しないけどね。ご満悦のようだな。 B O N が呼んでるよ。 N が？出番なのかな。さあね。あいつ何考えてるか分かんないとこあるし。お前でもか。M ならわかんじゃない。ここんとこ姿見てないけど。何かしら楽しいことならいいんだけど。行くわよ。おう、わかったんだな。行ってらっしゃい。Thank you.
な。あれって透過物資だよな。私が相手になるよ。これでもっと戦える。こっちに下がれ。ダメだって。ほら、アイドルバンク、バイドスラッシュ。私が相手になるよ。悪いことなかった。こっちはダメだって。この程度は予測の範囲なんだ。僕が直すよ。大邪魔してきた。たまには力技も悪くない。スクラッシュ、スラッシュ、スラッシュ。ラッツ様たち物足らねえな。ラッツ、気合が入ってるな。この程度は予測の範囲なんだ。私が相手になるよ。助かる。そっちはダメだって。ゲノルム攻撃を継続する。助かる。よし、エゴは任せて。まだ完全なんじゃねえ。使いこなせてきたかな。フラッシュ、フラッシュブラスト。に馴染んできたな。蹴散らされてえのか。私が相手になるよ。これでもっと戦える。こっちに来やがれ。ダンス、気合が入ってるな。セナ、この調子だ。危なげない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。さあ開けるよ。大丈夫だ。それって珍しいの？見せて。対処するか。私が相手になるよ。これでもっと戦える。ハイパーリロード、フラッシュブラスト。なるほど、ジェットカット。頭いい。フラッシュブラスト。作戦通りの大きさよ。ドイツ一発、ドイツ一発。引き抜けられない。無理だったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。エーテルチャネルだ。みんな応戦の準備を。ここ、バタフライエッジ、フラッシュブラスト。今日のラッシュは頼りになるな。ヘリウムスラッシュ、いい動きだな。フラッシュエッジ、見えた。セナ、ストライク。慣れない戦いぶりだったよ、セナ。エーテルチャネルだ。私の力見せられたみたいだね。これはいいもんだろ。うん、だよな。少し休んでいく？少し。お腹が空いたかも。強くなった実感があるよ。えい！完成したね。早速使ってみたいな。早速使ってみたいな。ちゃんとできたね。早速使ってみたいな。ちゃんとできたね。早速使ってみたいな。完成したね。早速使ってみたいな。完成したね。早速使ってみたいな。早速使ってみたいな。これぐらいにしておこうか。
したよ。テントの片付け、今日は体温の番だよね。ああ、すまない、忘れていた。今から戻って。ん？もう済んだよ。え？俺たちで片付けといた。わざわざそれを言いに来たのか。ずいぶんと暇なんだな。本は売っとかないとな。冗談だよ。大丈夫か？大丈夫とは？ここのところいろいろあったでしょ。だから僕のこと。そう、だから人のことって結構気になっちゃうんだよね。自分なら大丈夫って思えることでも本当に大丈夫なのかなって。そういうのをなんていうか知ってるか？ん？おせっかいって言うんだ。身も蓋もないこと言わないで。本当に暇なんだな君たちは。息抜きだって必要だろ。僕の人生は息抜きか？まあいいさ。その時計、僕たちの命の長さは10年だ。でもこの懐中時計はそれ以上の時を生きている。ナミさんから僕の手に渡ることで。あの戦場でゲルニカに言われたこと、君たちはどうか知らないが、正直僕にはどうでもいいことだった。共にいる理由ですらなかった。でも変わった。命を重いと言い換えるなら、ナミさんの命は僕に受け継がれている。だから僕も誰かにこの思いを渡そうと。それを僕の命の使い方にしようってね。太陽。そして少し考えてみたんだ。もしこの命があと10年、いや5年でもいい、伸ばすことができたなら、どれだけこの懐中時計に思いを乗せられるだろうかと。それが今ここにいる理由？半分はな。あとの半分は？それは。いや、いい、忘れてくれ。なんでよ、そこまで話しておいて聞かせてくれたっていいじゃない。今ここで話すことじゃない、それだけだ。でもいい話だね。思いを乗せるか。ありがとね、励ましに来たはずなのに逆に元気もらっちゃった。ああ、何よりだ。見よう。大爆風を抜けるにはここを登らなきゃだよね。ミオちゃん、辛くなったら言って、背負ってあげるから。注意を怠らずに戦おう。警戒は怠らないで。先手はもらった。作戦通りだね、カイオ。私が相手になるよ。ありがとう。リュナッシュアンサー。どうする、頼りになるね、カイオ。こっちに来やがれ。私が相手になるよ。そっちに戻って。見えた。私が相手になるよ。ありがとう。
ランツが強い敵とやりてえってよ。ここからここどこ？みんな、行くぞ。君に合わせる。ミレイ、アンパーリロード。マイロスバッツ。これでもっと戦える。ガッバング。どっちもダメだって。ここ。またフライヤーズ。最高のタイミングだ。どっちもダメだって。セアタン、ミレイ。高まってきた。ここで決めよう。リロード。防御に専念するんだ。リルド。展開。これでもっと戦える。クロスインパクト。そこを解いて。クラッシュブラスト。クラッシュアンダー。リルド。リルド。ありがとう。バタフライエッジ。ワイドスラッシュ。ジャイアン。この程度。予測の範囲内だ。ケベスのキャッスルだよ。ミンノは初めて？うん。アグヌスに負けないくらい大きいですもん。左手に体験も見えるもん。このまま進むのか？いや、さすがにそれは危険だろう。キャッスル周辺は警備も厳重だ。坂を下って森林ルートを進もうと思う。モルクナ大森林か。悪くなさそうだね。こんな奥まで来たことありませんぜ。私もだ。以前女王陛下に謁見したのは戦地視察の時だったからな。フォーニス方面軍、コロニー4軍務長エセル、召喚命令に応じ参上いたしました。久方ぶりですね、エセル。は、女王陛下におかれましてはご機嫌麗しく、かようにしてお目通りがかない
恐悦至極に存じます。堅苦しい挨拶は抜きにしましょう。エセル N は N、 あれが N か。 N、 ケベスの失政官を滑る王様、黄金色の失政官。した我が子の新兵器、消滅現象を応用した新機軸が採用されている。消滅現象、威力もさることながらもっと別の優位性がある。お目にかけよう。今からここでですか？そうだ、そのための兵器だからな。インビディア山脈、この山々は女王陛下のお気に入りでね。少々心苦しい。雷かな。にしちゃずいぶん眩しくなかったか。音だってすごかったもん。どこからの光だ、わからない。でも良くない感じだ。なんという破壊力。この兵器は無限ともいえる射程を持っている。無限の、あらゆる場所に今の攻撃を加えることができるということだ。これをアグヌスに使うというのですか？しかしこんなものを使ってしまっては、命の日時計は。誰がアグヌスに使うと言いました？は？次の目標はこれです。いいもん見っけ。そろそろモルクナ大森林だな。あたしらに喧嘩あるとはいい度胸だ。甘つかくやっちゃおうぜ。ブラッシュブロード。これはもらった。作戦通りだね。ワイドスラッシュ。
コケで滑るから気をつけろよ。おっとっ言ってて自分が滑ってりゃ世話ねえな。何がおかしいんだよ、笑うとこじゃねえだろなあ。え、何か言った？お前滑っても知らねえぞ。心ここにあらずって感じだね。考え事？ああ、まあね。あ、ミオ。あ、ありがとう。大丈夫か？ちょっと足滑らせただけだから大丈夫。まだ大丈夫。まだ。もしかして体の具合悪いのか？え、ううん、そんなことないよ。全然大丈夫だから。本当に足滑らせただけだって。もし悪くなったら言えよ。隠すのなしだから。うん、優しいね君は。別に普通だろ。何考えてたの？さっき。さっきの光、俺たちに関係あるんじゃないかってさ。あの光、メビウスによるものだって思ってる？え？俺たちはメビウスに狙われている。うん。タヨン、前に言ってたよな。俺たちの失勢感は同じって。ああ。確かに言ったが、あの後言葉にはしなかったけど、みんなこう思ったはずだ。ケベスとアグヌスの戦いと死生観、いやメビウスには何らかの関係があるって。私たちはもしかしたらメビウスの意志で戦わされているのかもしれない。ウロボロスの存在はそれの邪魔をする。日時計解放しちまうからな。私たちが狙われる理由がそれ？要するに邪魔ってことか。うん、狙われる理由としては筋が通っているが、アグヌスとケベスを戦わせる理由が不明確だ。そこについてはわからない。わからないけど、それを確かめるのが俺たちの目的なんじゃないかってさ。シティを目指せってそういう意味だったんじゃないか。行けばわかる。少し休んでいく？これはいいもんだろ？
だよな。お、コンテナだ。注意を怠らずに戦おう。警戒は怠らないで。ここ。それにしてもメビウスってとんでもねえ奴らだよな。平気で人の命を奪って。たく、冗談じゃねえ。そういう奴をノッポン語でなんて言うか知ってるもん。わかんない。教えて。悪役って言うもん。リク、悪役って？悪い奴って意味も。ああ、そういう意味ね。桃？どうした？マナナ。じゃあ、ノアさんたちもミオさんたちも悪役ですも？なんでそうなるよ。だって、この前まで人の命奪ってましたもん。悪役にはならないですも？それは、命を取らなきゃ死んじまうんだから仕方ないだろ。仕方ないと悪役にはならないですも？誰も好き好んで戦ってたわけじゃねえ。そういう仕組みなんだよ。俺たち人間は、この世界は。じゃあ、世界が悪役ですもん。え？皆さんが嫌なことをやらせてるですもん。悪いやつですもん。世界が悪いか。考えたこともなかったけど。言われてみれば、なんで俺たちこんな世界で生きてんの？それを考えても意味はないぞ。考えたことはあんのかよ。君と違ってな。いいから教えろよ。行き着くところは自死だ。自死？他者を思えば思うほど自己存在の否定へとつながっていく。やがて自分さえ存在しなければ世界は丸く収まると考えるよ。唯一の解決手段は自己の消滅、死だな。無意味だろ。極端すぎるだろ。目をつぶったところで世界はなくならないよ。もう月、あの月は、光はなぜ存在している？俺たちが見ているから。そうじゃない。人が死滅したとしても月の光は変わらず大地を照らし続けるんだ。でもその光に意味を見出すのは俺たちだ。今日の光は青いねとか、いつもより暖かいねとか、それと一緒で世界に意味を見出すことも変えることも俺たち自身が持ち得た特権なんだ。それが私たちの力。
せっかくの特権だ。使わない手はないさ。悪役にならないために？今はそれで十分だと思う。だろ？実際に目にするのとでは違うな。なあ、本当にこの道で合ってんだよな。うん、道はあるみたいだけど。ここを抜けるのは骨が折れそうだ。だが、ここでもたついている暇はない。どうせ他に道なんてないだろ。ほら、さっさと行こうぜ。構えろ、みんな。
俺たちはこの先に行きたいだけなんだ。争うつもりはない。なんなのこの人たち。ユズリハ、サイバラが限界だ。これ以上は。クソ、もう少しで命の火を奪えたのに。やむを得ないですね。撤退しましょう。なんだったんだあいつら。ノア、どうしたんだ。いや、少し気になって。あの弓使いのことか。確かに腕が立つ相手だったが。それもそうなんだけど、なんていうか。ねえ、もしかして。あの兵士たちの命の火時計、残り少ないのかもしれない。まさかノア、助けに行くなんて言い出すんじゃないだろうな。気になるんだ。言葉にはしにくいんだけど。僕たちはそんな曖昧なものに時間を使っている暇はない。そうだろ。それでも気になるの。ああ、こうなったら聞かないぞノアは。それにノアの勘ってやつはバカにできねえしな。行くだけ行ってみるってことかな。わかった。ここで言い争いをしていても仕方ない。ただし何もなかったらすぐに戻る。そして先へ進む。いいな。行こう。足跡をたどれば追いつけるはずだ。ノア、命の火時計が少ない連中は死に物狂いでやってくるぞ。分かってる。それでも放っておけないんだ。見つかったみたい。どうする。余ってまたフライエッジ。これでもっと戦える。ワイドスパッツ、リロード、スパイク、ストライク、フラッシュブラスト、ハイドスパイク、マネージメントを見ろ。大変になったよ。これでもっと戦える。動く、バタフライエッジ。そっか、引きつけられねえ。こっちに来やがれ。こっち、リムーブスパイク、引きつけられねえ。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。
足跡が途切れているのを見ると、先ほどの連中はここを進んだらしい。こんなところどうやって？確かに簡単に行ける場所じゃないな。さすがに飛び越えるのは無理だろうな。迂回すればいけないことはない。こっちだ。ああ、ありがとう、体温。こんなところで立ち止まっている暇はないと言っただろう。わかったなら先へ行くぞ。ロープの上を滑ってきたのかよ。身軽な連中だな。私も教えてもらえればできるようになるかな。蹴散らされてえのか。私が相手になるよ。これでもっと戦える。あまりかそこから攻撃の差へ。精度本当に強い。攻撃を継続する。作戦どうかね、タリオ。お前行くぜ。なんと気合が入ってな。受けられねえ。幻だ。クロスインパクト。クロス。あまりか。いい感じ。行け。ウィナーの力が強くなってる。こんなところにコロニーがあるなんて聞いたことないよ。当然です。ここは放棄されたコロニーですから。聞いてくれ、俺たちは戦いに来たわけじゃない、うん、君たちを命の火時計から解放できるんだ。解放？命の火の残量が少ないんだろう。俺たちなら何とかできる。だから攻撃をするなと。ああ、わかりました。話を聞きましょう。あ、どうぞ中へ。まだ警戒されているようだ。僕たちも気を抜かないようにしよう。交友関係が広がったね。新しいコロニーも登録したよ。すごいね。うん、他のコロニーとは全く違う。命の火時計の残量が少ないコロニーはいくつか見てきたが、ここは異質だ。生きるために抗う、そんな感じが全くないんだ。ラムダにいた頃にコロニータウンの噂を聞いたことがある。噂？この大森林には独自の文化や風習を持つコロニーがあるという噂だ。実際に見るのは初めてだが、これほどまでに衰退しているなんて。関わりはなかったの？ああ、イスルギ軍務長から少し聞いた程度だったから。とにかく早くこの命の火時計を壊してみんなを解放しよう。捨てられたコロニーですから、慢性的に命の火は足りていません。君がここの軍務長なのか。はい、申し遅れました。私は譲り派、コロニータウンの軍務長を務めています。軍務長なら僕たちのことを聞いていたりするのか。いえ、何も知りません。そうか。それは私たちにとって重要なことではありませんから。お前たちが何者であろうと譲り派が受け入れると言った。だから俺たちは迎え入れた。
それだけのことだ。でも私らを襲ってきたじゃねえか。この森で見ないモンスターが出たとケイラの連中に聞き、狩りに行ってもらったんだが、道中でお前たちを見つけて排除する方に切り替えたって話だ。普段の手はずと違い撤退することになりましたが。そういや、死生観のやつはどこにいるんだ。言ったでしょ、ここは捨てられたコロニーです。死生観なんて訪れるのは稀ですよ。そんなコロニーがあるなんて。それなら今すぐにでも。お前たちは何を勘違いしてるんだ。ええ、コロニータウは命の日が減ることを恐れてはいません。少ない命の日が減っていくのを見る日々が終わってしまうというだけ。死ぬかもしれないんだぞ。そもそも命の日時計を壊すと言われ分かったと受け入れるやつがいるか。誰しもいつかは消えるものでしょう。ここで命が尽きれば何も見ず、そして何も聞かずに済む。土へと帰るのですから。だけどそれは大地に根を張った木のようにここにあるというだけ。それがコロニータウです。誰も見向きはしませんが、確かに存在はしていた。結果として朽ちていくのでしょう。生きるための栄養は常にやってくるわけではありません。命の火を貯めることができないコロニータウは弱かったということです。弱いから朽ちるのは自然の摂理ですから。それなら強くなろうと考えそうなものだが。解放されりゃそんな悩みもなくなんだろう。私たちは悩んでいるわけでも恐れているわけでもありません。今までも多くの仲間が死んでいった。私たちはその度に死んだ人たちを土へ返していきました。私たちもそうなるだけです。いずれ来る者に怯えてどうする。死ぬことは決まっているんだ。今まで通り過ごして何が悪い。そんなの。先代や先々代、そのずっと前から受け継いできたものを途絶えさせてしまうのは少しだけ寂しいですが、そういう意味ではもし命の日時計から解放されるのなら。大変だ、ユズリハ。どうしたのですか。コロニーまでモンスターが来てる。一人やられた。そんな、こんな場所にまで来るなんて。俺たちも行こう。